吉宗評判記暴れん坊将軍。頭が駿府から帰ってきたら今度は深川の方を見せてもらうか。しかし金さんも変わってるぜ、なけんさん。うちへ顔出したらすぐ日よけ町見物だ。俺たちよりよっぽど詳しいやな。後から一杯飲ましてくれるからいいようなものの。道楽が日よけ町の見回りとは色気のねえ話でござんすね、新さん。何を言うか、しけしがそんなことでどうする。もう一箇所見てこようか。おい、天下だけ行けろ。ほら来た。おい、ごめん行こう。おいおい、おめえ、電気じゃねえか。関取、やろやろ。よし、出たぞ。電気大丈夫か。おめえ、何時江戸に。関取、お久しぶりです。名主様のお供をして出てきたでよ。ついでに妹にも会っていこうと思ってよ。そしたらあいつらが喧嘩ふっかけてきたんで仕方なく。あいだ、大丈夫だ。関取、知り合いか。ああ、力士、妹はどこにいるんだ。川端屋って料理屋に奉公してるだ。なんだ、川端屋か。もう知ってるぜ。よし、見回りは明日にしよう。今日はその店でみんなに酒を飲ませてやろう。おい、川西流の名取をもらうんだよ。本当ですか。本当だよ。一生懸命やったんだよ。しっかりしてるよ、あの子は。水入らずでゆっくりと話すといいよ。三年ぶりだろ。おかみさん、すいません。ゆっくりおしね。どうしたの、そんな顔して。いや、あまり綺麗になっちまって。嫌な兄さん。ねえ、名主様と来たんでしょ。何の用事なの。名主様はお殿様にお会いに。年貢のことでな。そう。ねえ、兄さんはただのお供で。いや、実はなおさん、ほら、相撲取りになろうと思ってるだ。まあ、お相撲さんに。はい、名主様も後のことは心配せんでもいいから思い切ってやってみろって言うし、ほ
俺の小さい頃からの夢だしよ。年も食ってるからな。最後の機会だと思って江戸に出てきたら、龍虎関に誰かいい親方でも紹介してもらって入門してと思ってるんだ。兄さんならきっと立派なお相撲さんになれるわ。私も一生懸命頑張って川西流の名取りになってみせる。そうしたら兄さんと二人でこの江戸で暮らせるようになれるわね。早くそうなるといいな。関取、伝吉さんが相撲取りになるんだってよ。何？関取に親方を紹介してもらって入門するんだと。そうかい、とうとう決心しやがったな。いやね、新さん、奴がね、こんな小さい時から俺目つけてたんだよ。いや、名主さんがね、武州の草相撲で大関まで張った人でね、奴を可愛がってて手放せなかったもんだから。そうか、とうとう出てきやがったな。関取が見込んだならよほど筋がいいんだな。うん、肝心相撲に入りゃ多少小柄だが足腰がいいんだよ。それに根性があるしな。早速知り合いの親方に頼んでみよう。その前に名主様に会ってきちんと話しておいた方がいいよ。我が子同然に育ててきたんだから。分かってるやん、あの人はいい人だからな。ここは伝吉とお三の生まれ育った武州入間郡に知行地を持っている寄合旗本中泉門戸の将の屋敷である。くどいぞ早いもん。要するに年貢を軽くしてくれ、そう言いたいのだろう。はい、昨年の例外、今年の春の種もみもようやく工面した次第。もはや村にはわずかな非常米を残すのみ、隠し米などあろうはずがございません。ご慈悲をもちまして何とぞ何とぞ。たわけたことを申すな。祭りに赤飯を炊いた者があろう、調べはついておる。今週の父上の七回忌にはこの中泉家の格式に沿った供養をいたさねばならんのだ。恐れながらご先代様のご供養のための年貢は昨年の秋すでにお納めいたす。これ以上は。黙れ早いもん。貴様、わしの行事をとやかく言うてるそうだな。わしが好き勝手に金を使おうとるとそう申しておるそうだな。決してそのようなことを。早いもん、その方よほどこのわしが嫌いと見えるの。父上の頃とは時代が違うんだ。そうそうお前たちの言う通りにはならんぞ。帰れ、帰って百姓どもにそう伝え。私は名主として村の者たちにこれ以上のことは何とぞ何とぞ今一度お願いでございます。くどい、教えろ。上様の勝ちでござる。五人抜きましたぞ。ほら、意気地なし。まだまだ修行が足りんわい。さあ、仕事だ仕事だ。おう。じい、久しぶりに相撲取ったらみんな強くなった。じいが鍛えてるんだろう。なあ、もう近頃の若い者は辛抱が足りませんわい。なだめたりすかしたり大変でござりまする。まあ、一層相撲部屋に放り込んで叩き直した方が良いかもしれませんな。上様、なんだ。上様は伝吉なる者をご存知とか。伝吉がどうかしたのか。あ、伝吉と一緒に江戸に参った名主の半右衛門なる者が今朝方神田の堀割に浮かび、死因には不審な点があるようです。何？見聞では一応事故死ということで、名主の遺体は恵みに引き取られています。よし、忠相にすぐ来るように伝えてくれ。名主様、
勘弁してください。おらがおらんかったばっかりにこんな目に こんな目になっちまってよ。名主様、ほら見てやってくださいな。おさんですよ。名主様は江戸へおいでになると必ずおさんに会いに来てくれましたね。ゆえもずっとお待ちしてたんですよ。名主様に私の踊りを見ていただこうと思ってたんです。でもこんなお姿になってしまって私うちの若い衆が名主さんの家まで知らせに飛んだから明日の朝には息子さんたちが駆けつけてくるはずだよ。村中の人は悲しむだろうね。おかみさん名主さんを知ってるのかい。川端屋のおさださんとは友達だから立派な人だって聞いてたんだよ。気の毒にな、掘り割りへ落ちた時に首の骨を折っちまったようだ。まあの辺りは暗いところだし田舎の人だから不安内で足を滑らせたんだろう。じゃあとは頼むぜ。ご苦労様。おかしいわね、ゆんべは月夜じゃなかったかしら。そういえば確かにそうだったね。江戸もんじゃねえからご見分もいい加減なもんだぜ。ひょっとしたら早門さん殺されたんじゃねえのかな。龍子、それじゃもう一度大岡様にお願いして。よし、おかみさん一緒に町奉行所行ってお願いしてみよう。このままじゃ早門さん浮かばれねえからな。医者の調べでは首の骨が折れていたそうですが外傷はなく凶器は使われた様子もないとか。ここに名主の草履が片方、それからあの辺りに浮かんでいたそうです。私も役人の見聞を見ましたがかなり判断に苦しんでいたようです。まあ、結局転落したと。忠相はどう思う。あ、外傷がなくしかし首の骨が折れている。ただここからこの堀へ転落したとしてもそれほどの力が加わると思いませんが。半蔵、忍びの術ではどうだ。忍びの術ではございません。もし殺されたとしたら平手打ちでしょう。しかもかなりの力です。すると相撲の張り手のような技か。それが一番近いな。半蔵。はい。名主は確か漁師のところへ行っていた。はい、旗本寄り合いの中泉門殿署の屋敷へ行っての買い出しです。よし、早速中泉の身辺を探ってくれ。わかりました。中泉殿の領地は確か武士、領民たちとの間にいさかいが起きているのかもしれませんが早速調べてみましょう。うん、それじゃ早山さんは相撲取り。まだ確かなことはわからんが関取、張り手を得意とする力士で不行跡の者、無頼な性格の者、何か心当たりはないかな。今急に張り手を得意とする者は大勢いますが人を殺めて平気でいるような奴は力士ではありませんよ。なむな人間のクズ化け物ですよ。うん、全くその通りだ。許せねえやろだ。早速私の知り合いの者たちから聞き込んで回りましょう。うん、頼む。ところで、おさえ。はい。このことは当分内密に頼む。はい。で、名主の跡取りはいるのか。はい、藤吉という人がいます。明日の朝うちの方へ。そうか、一度会って村の様子など聞いてみよう。はい、伝えておきます。この荒岩はな、あちこちの大名に抱えられたがどこ行っても強すぎてな。大名が可愛がってる力士を片っ端からやっつけるのですぐ追い出されてしまう。遠慮というものを知らんのだ。いや、まったく
洗い場の張り手はすごいからの。いや、張り手というより鉄の棒よ。一発くらいは。ま、素人ならばあの世行きだ。上様が抱え相撲を禁止したおかげで、こやつも食いっぱぐのってな。肝心相撲に入ろうとしたが断られ、ようやく闇相撲をやる気になってわしのところへ来たんだ。で、今度の場所はどこだ。うん、来月の1日に隅田村の千両寺でやることになった。まあ、この洗い場が闇相撲の大関になることは間違いあるまいよ。では、その洗い場が半右衛門を。残念ながらその話は出ませんでした。しかし決まっておる。その化け物が下手人じゃ。あ、上様、早速中泉を。いや、今呼び出せば闇相撲は開かれなくなる。闇相撲に関わっている連中をこの際一網打尽に。半蔵殿、引き続き中泉たちの動きを見張っていてくれ。はい、はい。おかみさん、皆さん、父のためにいろいろとありがとうございました。これから村へ連れて帰りますが、私は江戸に残ります。若旦那。伝吉、お父さんはお前が立派な相撲取りになるのを楽しみにしていたんだ。だから伝吉がきちんとした肝心相撲の親方のところへ入門するまでは私も一緒に江戸にいよう。若旦那、旦那様を殺した奴を江戸中探しまってきっとぶっ殺してやる。伝吉、伝吉、離さないか。離してください。カゴ伝吉、お前がそんなことして親父が喜ぶと思うのか。お前が親父に恩返しをしたかったら立派な相撲取りになることじゃないのか。できれば父の死の原因をはっきり知ってから村の衆に話さなくては。このままでは納得が。年貢のこともありますから。わかりました。それじゃあ成瀬さんはうちの若い衆も一緒に村までお送りしましょう。ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。おろいは、うん、あんたには確か雲州様の御前試合で一度立ち会ったことがあるぞ。ほれ、やつが張り手に来るのを関取が泳がせて右ごとを取って菅様に投げた。見てるぞ、ね、あいつか。あいつが闇相撲に、うん、はっきりしたことは分からねえがな、噂によると寄合旗本の中泉様のところにいるとかな。中泉、やつは金のためなら何でもやるらしい。しかし旗本のところにいるんじゃ下手に手出しはできねえぜ。そう、あの野郎。関取、言っておくが、あんたは今め組の人だ。無茶すると頭に迷惑がかかるよ。そら分かってない。その代わりあの伝吉という若い衆はわしが預かろう。よろしく頼む。すると年貢の取り立てが厳しく村人たちの困窮を救うために半右衛門は中泉殿の屋敷へ。はい、うん、でこれからどうするつもりだ。今一度私がお願いに上がり、もしダメな場合
私どもにも覚悟がございます。若旦那、ダメですよ。短期起こしたら負けるに決まってますよ。大岡様、何とぞ藤吉さんたちのことをご公儀で。藤吉、お前は一日も早く村へ帰れ。不満はあろうが、村人たちを説得して今しばらく辛抱してくれ。お奉行様、半右衛門の死の真相は私が必ず明らかにする。隅田村の千の字の境内に土俵をこしらえています。中泉の仲間の工藤、勝又などが町人や幕府に連絡して力士崩れを集めています。よし、見張っていてくれ。はい。おう、関取。あ、新さん探したで。分かったぜ。半右衛門さんをやったらしい奴がいるんだよ。荒岩金五郎って野郎でね、今中泉の屋敷にいるらしいんだよ。新さん。何？電気を闇相撲に出すというのか。そうだよ。いろいろ考えたんだが、それ以外にあの旗本の中泉と荒岩をやっつける手はねえと。しかし関取、伝吉は素人だ。相手は無頼の者とはいえ、元は本職の力士だ。とても勝負にはなるまい。その通りだ。だがな、荒岩の弱点は俺がよく知っている。その技をとことん伝吉に仕込めば何とかなる。明日村壁へ伝吉を連れていくよ。親方と無題だし、稽古相手も大勢いるからな。そこまで関取が言うなら一つやってみるか。任せてくれ。伝吉、立ち合いに怖がらないで顎を引くんだ。顎荒岩のまともに食ったらお前顎の骨は砕けるぞ。いいか、それを怖がって逃げちゃいけねえんだ。分かったな。それぐらいでいい。久しぶりに船遊びでもして英気を養うとするか。おっさんです。それじゃ大岡様の。わかりました。誰にもいませんよ。それじゃうちの子たちと一緒にお座敷へ。新入りだよ。中泉様のお座敷に出させるから支度をしておやり。はい。お園です、よろしく。ちょっとあんた踊れるの？少しは。おさんちゃんに教えてもらうといいわ。それより支度。嫌な客なんだよあいつら。断るわけにもいかないでしょ。あいつおさんちゃんに気があるみたいよ。おかみ、おさんのことどうなんだ。あら、何でございましたかしら。とぼけるな。わしが面倒見ようと言うてる玉の輿ではないか。おさんはわしの稚幼稚の娘、本来ならばわしの屋敷へ奉公させるのは筋。それを半右衛門の休め。お殿様、半右衛門さんはお亡くなりになり、本来ならばお殿様が残された遺族に慰めのお言葉のお一つでも下されるのがお武家様の習わしと聞いております。これ何を言うんだ。貴様、無礼の。まあよい。おかみ、おさんは半右衛門が育てたと聞く。まあ言うならば娘も同じこと。だからこそわしが
面倒を見てやろうと言うておるのだ。半右衛門の供養にもなろうからの。まあそう怒るな。その話は後回しだ。支度はよいか。始め。娘は死にか。おそのって言うんです。なかなかいいの。ところでおかみ、お前の知り合いで力自慢の者がおらんか。いい仕事があるんだ。闇相撲の力士が不足しているようです。よし。今度奴が来たら心当たりの者がいるからとそう伝えてくれ。上様、伝吉だ。顔見知りのようだから名前を変えて当日参加できるように段取りつけてくれ。はい。よし、いいぞ伝吉。ほんなら張り手をどうするか教えてやる。はい。ありがとう、すいません。いいか、よく見とけ。張り手を防ぐには顎だ。顎をグッと引いて。それ聞いてきてください。いいか、伝吉、よく見とけ。もう一回やる。よく見とけよ。上手のあるあれは張り手でドーンとついてくる。この最初の一番はどうしても外さなきゃならない。まともに受けたら取ってまで。志の輔さん、笑い輪とは何者ですか。中泉の抱え力士だ。まさか父の死と関わりがあったですな。私が仇を討ちます。いや、早間さんの死とは関わりないよ。しかしそのことは町奉行所に任せてるんだ。そんなことよりもあんた中泉に会わんのか。いろいろ考えましたが、今あっても私もカッとなる方だし、大岡様の言う通り村へ帰り村の死を何とか納得させて一気だけは止めなくては。百姓衆を苦しめる者がそういつまでも威張っていられるわけでもあるまい。今に必ず地獄へ逆さまに落ちる時が来るさ。はい、父もよく言っておりました。腹が立った時は鍬を握りしめ、大地を力いっぱい耕せ。それが百姓の根性だと。藤吉さん、この次江戸に出てくるときは伝吉の晴れの土俵入りを見せてもらいます。じゃあ肝心相撲に。ああ、浦川親方のところへな。よかったわね、兄さん。私今でも覚えてる。名主様のところに引き取られる前に兄さんは近所の家で一生懸命働いて自分で食べるおにぎりも食べないで持って帰ってきてくれたわ。寒い時には懐に入れて兄さんの肌のあったかさがおにぎりに伝わってた。私決して忘れない。おさん、今に大きくなったら兄さんにあったかい綿入りを作ってあげる、そう思ってたの。おさん、よかった。私兄さんにたくさん大きなおにぎり持ってく。ああ、浴衣だって縫うわ。だからもう何にも心配しないでね。お相撲さんの稽古だけをしてね。おめえも踊りの稽古に打ち込むだ。それが名主様の供養になるだよ。俺は相撲で恩を返すだ。旅回りでしばらく会えねえかもしれねえな。
なんかうまいもんでも食いに行くか。おごってやるでよ。なんだか関取がいねえと歯が抜けちまったみてえだな。まったくだ。しかしすげえ稽古だぜ。おう、新さんまでも付きっきりだからな。しかし伝吉さん筋がいいんだな。めきめき強くなってるぜ。おお、ごめん。めぐみの辰五郎はおるか。どなた様でございましょうか。主人はあいにく所用があって。その方が女房か。はい。わしらはな、寄合旗本中泉文殿将殿の使いの者だ。中泉様、どんなご用でしょうか。その方、名主半右衛門の遺体を村の人に引き渡したそうだな。そうですよ。引き取りに参ったのは藤吉か。ええ、そうですよ。藤吉ちゃんも帰ったのか。ええ、今朝早くに。けしからん、勝手なことをしよって。だいたいその方が出しゃばりすぎるんじゃ。藤吉さんをどうしようって言うんですか。決まっとる。百姓一揆を企んだからには捕らえて打ち首よ。ちょいと冗談じゃないよ。藤吉さんはね、一揆をすれば村人から犠牲が出る。それだけは止めれば半右衛門さんに申し訳がないって、そう言って帰って行ったんだよ。あんたたち一体ここどこだと思ってるんだよ。なんだどこの雨。大岡様から火消しの的よ、許されためぐみの辰五郎の家だよ。中泉様にはっきり言っといてくれ。万一藤吉さんに何かがあった場合は江戸中の火消しが中泉様のお屋敷に押しかけるってね。そういうことは切れねえ。それでも何かい、江戸中の火消しを相手に喧嘩をしようってのかい。貴様ら許さん。もう許さんぞ。待て。新さん。聞いていたよ。どうしてもやるというなら俺が相手だ。おかみさんの勝ちだ。しかし一応藤吉さんには用心するように伝えておいた方がいいな。え、あちらが知らせます。伝吉さんは？ああ、部屋に戻って稽古している。関取と親方のおかげでだいぶ強くなったぞ。そう、それはよかった。あ、おまちゃん、シューマイときな。はい。何をしようってんです。お前を屋敷へ連れてまい。バカめ、手加減せい。なんてことしやがる。川端屋へ運びましょう。気がついてくれると助かるのじゃが、まあ、いずれにしろ今日明日が山場です。何か変わったことが起こったら呼びに来てください。じゃあお大事に。新さん、俺も我慢できねえ。電気の仕上がりも今一つだ。こうなったら俺が乗り込んで洗い場の野郎。おさんはこのかんざしで洗い場の右腕を刺してやが、右の二の腕あたりを押さえて立ち去るのを見たことがある。それぐらいの怪我じゃあの化け物は平気だぜ。だが右の張り手は無理じゃないのかな。そうか。
となると左の張り手一本だな。それなら伝吉にも勝てる機会があるだろう。よし、早速稽古しよう。明日新さんが連れてくれるな。ああ、あとは任せておけ。関取、志の輔さん、お願いします。稽古をつけてください。お願いしますな。町人どもはこの七つ崎に大金をかけてくるだろう。新井は傷は心配ないか。大丈夫でございます。七つ崎など左で一本で片をつける。御前様。何だ。上方より町人どもが連れてまいりました七つ崎が、相手が新岩と聞き姿をくらましたようでございます。何。しばらく延期願いたいと申しておりますが。なんと腰抜け目が。仕方があるまい。小物だけの勝負では大金は動かぬからの。町人どもの力士が用意できるまで延期せい。は。いやしかしだな、それじゃあ我々の仲間が承知せんだろう。みんな楽しみにしておったんだ。いや、明日はこの屋敷で新岩の張り手を見せてやるぞ。相手は素人。次第の張り手一発であの家行きだ。そいつを見せてやるから来いと言っとけ。では川端屋のお園の知り合いを。うん、こっちへ連れて来いと伝えとけ。これもまた面白かろうて。必ず勝てる。明日思い切っていけよ。すると奴らの仲間は屋敷へ集まるわけだな。よし、お園は伝吉を連れて乗り込んでくれ。はい。支度はできたか。若造、面を上げい。その方伝吉。お殿様、お久しぶりでございますな。亡くなられた名主様が夢枕にお立ちになりましただ。そこにいる化け物に殺されて無念だと申しておりました。そんでおいらあの男と決着をつけに参りましたな。お園とやら仕組みおったな。まあよいわ。新井は伝吉の望みを叶えてやれ。だから伝吉、その方が負けたらそこにいるお園も生かしては解散ぞ。若造、出ろ。見事だぞ伝吉。中泉門殿将、その方の悪行断じて許さん。上様。中泉門殿将、その方が闇相撲の元締めをし、百姓衆の高潔を使い西岸に参った繁栄門を殺害、お三を傷つけたことはすべて知っておる。その所業不届き至極。せめて旗本の意地やらばこの場にて潔く辞陣いたすがよい。工藤、勝又、腹を切れ。何をしておる。貴様の同罪だ。何をとて構わん。このまま生かして帰るんだ。切れ切れ。
伝吉、今朝方おさんが気がついた。それを見届けてから来たのだ。さあ急いで行ってやれ。早く元気になってね。伝吉さんの初土俵の日にはおさんちゃんの踊りを見せてあげるんだよ。皆さん本当にありがとうございました。上様、ほら聞こえましょう。肝心相撲が始まりますぞ。伝吉の初土俵だな。じい、はどうだ、一つ応援に参るか。はいはい。ああ武州の村の方も良い漁師が決まり一安心。今度の相撲は大勢参りましょう。お一つ帰りには川端屋で一席設け、おさんの踊りを見せてやりましょうかな。うん、そうしてやろうか。八代将軍吉宗は肝心相撲を大いに奨励し、力士養成のため年寄り制度が確立したと言われている。しないさ負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。なに、辻斬りが横行していると。じゃああんたが辻斬りの探索をしていたんですか。辻斬りを見て生きているのはおそらく俺一人だろう。あんたのその仕事、私が代わりましょう。辻斬りだ、誰か来てくれ。うわぁ辻斬りだ。違う、これは辻斬りではない。違うんですか。よく俺の顔見てみろ。娘は預かった、返してほしくば稲葉磯の神様のお屋敷へ一人で来る。旦那、父上。はい。狸侍一番手柄、どうぞお楽しみに。